はい、始まりました。ハローミキティチャンネルです。今日はですね、これからお仕事なんですけど、まあ、ちょっとお仕事に行く日ね、どんなことしてるのとか、楽屋でどんな感じとか、まあ、あとちょっと一応ね、お仕事の日のカバンの中身をちょっと紹介したいなと思いますけども、はい、こちら。何でも入りそうなカバンですね。おっきめの。まあね、私本当にこれくらいのちっちゃいカバンの日もあったりとかするんですけど、今日はちょっと大きめです。何入ってるのかな。じゃん。マスク。マスクケースですね。これ旦那さんがね、買ってくれたんですけど、まあ、マスクの予備を入れて持ち歩いてます。とか、お財布。あと消毒ね、アルコール消毒。ちょっとこれ蓋がもうちょっとどっか行っちゃったんで、それはもう大丈夫です。ほっといても大丈夫。あ、そう。これはもう仕事関係なく、今たまたま入ってたお豆ちゃんの靴下に2足、出し忘れですね。あとはリップ、ハンドクリーム。これはね、なんかオーガニックでハンドクリームとかリップとか、なんかいろんなところにつけれるやつ。あとは、はい、歯ブラシ。これね、電動歯ブラシ。キャッ、倒れそう。電動歯ブラシ、ケースがあると便利ですね。そしてちっちゃいメモ帳。これはね、まあ仕事というか、まあ子供の学校とか、なんか急にね、書くものが必要な時にすごくちょうどいいサイズ感で持ち歩いてます。あんまりね、こう仕事とは言っても普段使っているカバンのままだから、こういう靴下が出てきたりとかしますね。飴あとは、まあ、ポーチはあるんですけど、ポーチもね、特にボールペン、ちょっと色がつくリップ、あ、絆創膏、そんな感じですかね。これをもうとりあえず全部入れて、まあ、そのままガサガサ入れて、ごちゃごちゃよ、仕切りもないし、ここももう片付けるの面倒くさい、とりあえずもう入れちゃいますで歯ブラシも入れちゃいます。ということで、こんな感じでお仕事行ってまいります。はい、ということで今日はテレビのお仕事で、今ね、もうメイクが終わってる感じです。なんで本当に何、今日撮影っていう感じじゃなくて、普段着すぎてすいませんっていう感じなんですけど、もう靴もきっとね、公園行ってる靴だしさ、もうやだ、 T シャツだしさこんな感じでラフに過ごしております。楽屋ではルーティーンとかありますか？まず楽屋入ったらもうすぐ座って、基本的にメイクをしてもらいます。で、メイクをしてもらいながらずっと延々とメイクさんと話し続けるっていうどんなこと頼むんですか？なんだろう、もう本当に最近の世の中の話だったりとか、もう今だったらね、東京コロナ何人だねみたいな話をしながら、うん、そうですね、家で何してるとか、もう本当に何でも話す感じですね。そんなメイクさんだからって美容の話をしますとか、そんなことは全くなく、日常の最近ご飯何作ってるとか、そんな感じですね。あとはもう携帯見てる感じですかね、そうそう。メイクさんと芸能裏話はしないんですか？しないかも、あんまりなんかそんな裏話そんな知らないから本当に世の中で出てるニュースを、あれどうなんだろうねとかあれ怖くないとか、普通の話をしてます。もうね、楽屋入ると、まあ大体こうやってお菓子が用意していてくれたりとか、もうこれもちょっと飲んでますけど水とかお茶とかが、まあ、置いてくれてたりとか、まああとそうね、時間帯によってはお弁当が入ってたりとかしますね。そう、だからいつもお菓子はこう、普段お家でお菓子ってそんなになるべく食べないようにしているから、置いとくと全部食べちゃうから、子供のお菓子はあるけど、なんでこういうね、大好きなんですよ、私甘いお菓子大好きで、本当はすごい食べたいんです。ルマンドなんかもうみんな大好きなやつ、こう嫌いな人いないんですよ間に小腹が空いたらお菓子を食べ、お茶を飲み、ずっと喋り続け、本番まで待ってます。止まんない。これも美味しいじゃん。この
このシリーズ美味しいんだよね。もうこの後は収録なんで、まあ一応ほら歯は磨いて出ますよ。お仕事に行きます。じゃーん、歯を磨いて着替えてお仕事です。はい、行きます。はい、これから歯を磨いていきたいんですけれども、このフィリップスさんの電動歯ブラシは本当ヘッドがいろいろあって、あのまあ今日入れてるだけでも普通のとこう多分舌磨きもあるんですよね。そうなんです。これをもうねカチッてつけるだけ完了で、あのアプリがあって、こう押すとじゃーん、これでどこを今磨きますよっていうのが表示してくれるんですよ。ちょっと押してみるね。いくよ。今だから右の上ってことでしょ。いきます。ほら始まりました。右の上、そして外側どうなのこの映像。あ、次もうちょっと100るよ。あ、前は。終わり。あ、でもツルツルよ。なんかそのさ、歯ブラシの技術って結構あるじゃないですか。こう強すぎると良くないし、その人の癖によって当たってないところがあるとかあるじゃない。でしかもこうゴシゴシしなくていいから、本当にこう当てるだけでいいから、でこう技術、自分のこの腕に頼らずこっちがしっかりしてくれるっていうのはすごく嬉しいところだなと思います。当てりゃいいんだもん当てりゃやってくれんの。私はまんべんなく当てるだけ、しかもこのアプリに沿って言われた通りに当てるだけで完璧です。じゃあ私はこれから着替えて本番に行きまーす。じゃあ行ってきまーす。はい、ということでですね、まあちょっと楽屋風景だったりとかね、ちょっと恥ずかしい普段着な感じでしたけれども、スタジオに戻ってまいりました。最近ですね、私があの先ほども紹介しましたけど、この、ソニキアダイヤモンドクリーンスマートというですね電動歯ブラシに出会ってからちょっととっても良かったので、ここからちょっと説明していきたいなと思います。こちらのですね、ソニケアダイヤモンドクリーンスマートはですね、あの日本の、歯科医の方だったり歯科衛生士の方たちが、使ってる使用率がとっても高いということで、本当に歯のプロがたくさんの方が使っているということは、なんかやっぱりこう私たち使う側もねちょっと安心して使えたりしますよね。なんか、あ、いいんだって思いますよねはい。そしてこの、ダイヤモンドクリーンスマートがソニケアシリーズの中でも最も、最上位機種に当たるということで、もう最高峰ですよ。歯ブラシのですね、このブラシ部分が買うとですね、この4つついてくるんですけど、まずこの舌磨きですね、これはまあ口臭ケア、まあ、ベロこう磨くやつですね、ここにくっつけて磨くんですけど、あとはこの3つのブラシが、同じかなと思いきや用途がそれぞれ違って、歯垢除去と着色汚れと、あと歯茎ケアをしてくれる、それぞれね用途が違うブラシになっているので、気になる時に気になるのにこう入れ替えて磨けるのがいいですよね。そしてですね、この、まあ、ブラシ部分はこの、3ヶ月ぐらいでこうずっと使ってたらね、こうブラシもちょっと傷んできたりするので、替えのブラシも購入できるということで、自分のお気に入りを1本使い続けるのもいいし、今日はちょっと歯垢除去かなとかいろんなね、その時その時にね合わせて使っても替えが交換できるので、はい、ぜひぜひいろいろ試してみてほしいなと思います。そしてですね、別売りでなんですけれども、こちら、はい、専用の除菌機というのがあってですね、いいですか、開けますよ、こんな感じ。そしてこれをブラシをこう中の方に入れてこう当てるようにして、刺して閉じる、押す、光った、光った。これで
で簡単に除菌ができるということで、やっぱりこう今の季節こういろんな、ね、ウイルスだったり菌とかいろいろ効くから怖くなってきますけれども、10分で毎回きれいにできるというのはね、まあ、ましてや歯ブラシで口の中に入れたりするのでとっても嬉しいかなと思います。そしてですね、これ素敵だと思いません？これ実はパカケースケースなんですけども、本当にシンプルで重厚感があって、なんかおしゃれでこうね普通に置いてあってもいいですし、旅行とかも持ち歩きやすいし、私がねちょっと感動したのはここに充電器がついてるの。なんかこういうのってさ、別で充電器を持ってかなきゃいけないイメージがあって、それがめんどくさくて結局持ってかないっていうパターンが結構あるんですけど、これがあるともうこれを持ってけば絶対ついてくるからそれがねとっても便利だなと思って感動しました。私は、はい、こんな感じでございます。はい、そしてですね、通常に入ってくるんですね、こちら、じゃーん、これ普通のグラスのように見えます。まあ上はね普通にこうブクブクペってするグラスなんですけど、ここに置いてこれを置くと充電ができるんです。めちゃめちゃ便利だよね。なんかこう、いろいろかさばらなくていいし、あとはね、本当にこう、刺すやつとかじゃないので、ここも汚くなったりとかしづらいので、あとこうなんだろうな、充電器に差し忘れとかもないじゃん。もうここに、ペッてした後にここに置けばいいっていうのでね、すごく便利だなと、そしておしゃれだなと思って感動しております。はい、ということでですね、私こちらソニックケアダイヤモンドクリーンスマートを今回紹介させていただいてますけれども、私も使わさせていただいて、本当に使った感じ、歯もツルツルになってさっぱりする感じでとっても気に入っております。ぜひ皆さんも概要欄に詳しいこと書いておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで以上、ハローミキティチャンネルでした。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。